スタートしました中盤ローゼン・ケイニッヒは後方からです先行争いまず4番、キャトルフィーユが出ていきますが内から3番、クランモンタナも並んでいきます、前の2頭、その後ろは5番、ベストクルーズ9番、スマートリバティが行って、外は11番の山勝ゴールド、前の集団1コーナーに向かってその後ろは1番の金利マーシャル以下が続いていきますローゼン・ケイニッヒは後方3、4頭目、2コーナーのカーブへ入りました。 ペースを握ったのは3番クランモンタナ,ですクランモンタナが逃げる展開リードは体半分しかし差を詰めにいった4番キャトルフィーユまたかわして2コーナーから向こう上面に出ます3番手は11番山勝ゴールドさらには9番スマートリバティーうちは5番のベストクルーズ固まっています 向こう正面に出ました6番手は8番シルクランスロットスーッと前の集団へ追い上げていきますシルクランスロット先頭に変わりましたこれにつれて鶴見プラチナムさらにアグネス・ミヌエット1番金シマーシャル中段の後ろとなっていますあとは10番ローゼンに引き・ケイニッヒ先頭までは8馬身内に並んだコアレス・ドラード2馬身相手6番インパラ・トールは後方から2投目4馬身相手2番エーシン・ジャッカルが現在最後方です 800を切りりままました3,4コーナーナ中間にかかりますすほとんんど前は2頭並んでいますシルクランスロットと鶴見プラチナム、この2頭が並んで3、4コーナー中間、600を切りました、3番手はスマートリバティ、キャトルフィーユ、5番手、内を回って3番、クランモンタナ、先頭まで3馬身です、その後も固まってベストクルーズ、金利マーシャル、第4コーナーのカーブ、ローゼン・ケーニッヒは後方馬群。 直線コースへ向かっていきます。インパラトールは後方ワグンの内からの追走。前の攻防は鶴見プラチナム、キャトルフィーユ。この2頭が抜け出しを図って、内からインパラトール忍び寄ってくる200を切りました。外からの追い上げはどうか。クランモンタら外から1番のカネトシバーシャルが、いい足で追い込んでくる。間からコアレストラードも突き抜けてくる。7番のコアレストラードが突き抜けた。2番手接戦。コアレストラードゴールイン。2着争い接戦。